おはようございます。ではね、まずはこのプロテインバーを食べてね、タンパク質をつけていきます。空腹になるとね、筋肉分解されちゃうので、せっかく筋トレ毎日って意味なくなるから、これ食べて、で、その後は、皆さんに買ってもらってるジャパンメディアの伝票をね、佐川の伝票出しています。毎日ね、数十件ね、注文いただいて、本当ありがとうございます。嫁さんもほんま頑張って送ってくれてるので、この伝票が、どんどん分厚くなっていってて、で今日は12時から歯医者やから、歯医者までに、全て終わらさんとあかんので、テキパキいきましょう。またこれとね、コーヒーが合うんですわ。楽してムキムキになるっていう。はいはいはい、今からね、メインチャンネルの撮影するんですけど、その前にね、まずは、メンバーシップの人に動画出すんですよ。で、メンバーシップの人と今月飲み会あるから、今月飲み会ですよと、忘れんといてくださいよと、で、遅刻しちゃダメですよってね、僕が言うんですけど、僕が遅刻していくんですよ、ほんでね。大阪飲み会あるんでね、それの動画ちょっと撮りたいなと思います。はい、皆さん、メンバーシップの皆さん、ありがとうございます。ということでね、今日もやっていきたいなと思います。今週はね、飲み会ですよ、皆さん。今実はセカンドチャンネルじゃなくて、このメインチャンネルの、平凡な一日撮ってるんですよ。だからこれまた近々出ると思います。だから近々出て、今ここでね、こっちで撮ってて、うわ、白飛びしてるな。白飛びしてるんですけどもね、これを、今ちょっと撮っております。いろいろ撮っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。すいません、失礼します。はい、ということでメインチャンネルじゃなくてメンバーシップの方でね、ちょっと引っ越しの話もいろいろ喋ってて、引っ越しも今申し込みやってるんですけど、そんな話とか、まあ最新情報をね、お伝えしますので、もし皆さんよければね、下の、動画説明欄から、メンバーシップ入ってみてください。まあとにかく最新の情報とか、あとそれ以外にもね、今からこれヌブ紹介するんですけどって言ったら、だいたい2日後にはメンバーシップの人は見れるようになってるんで、一般公開は2週間後とかやからだいぶ遅いんですけど、まあやってますんで、まあよければ見てください。ちょうど読み届きましたね。おはよう。おはよう。あ、動画撮っちゃうけど。はい、すいません、いつもありがとうございます、編集。今日の動画は、ヌプシジャケットっていうジャケットがちょっと変更点あったんで、これを買ってレビューしますみたいな話が一つと、で次は、今日3本なんで、いつもありがとうございますという感じで、それでは動画、始めたいなと思います。いきます。はい、本日ですね、こちらノースフェイスのヌプシジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、はい、今ね、動画3本を、外注さんに送ります。現在ね、10時22分なんですけど、そろそろ歯医者行かなあかんから、もうオフィス退勤したいなと思うんですけど、動画3本送ったら、まあ明後日ぐらいには全部仕上げてもらって、でその後出来次第ね、どん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 このメンバーシップの人に公開していって、まあ2週間後ぐらいに一般公開っていう流れなんですけど、やっていきます。っていうのもね、最近ね、動画頻繁に出してるんですけど、まあ毎週分析するんですよね。サムネのクリック率が高かったやつ、この辺高いよねって。で、特徴は何でかっていうと、例えば置き取りと着用してる、置き取りと着用してるのはマストで、この辺は維持率高い。で、それ以外にはもうバルトロっていう検索順位がちょっと上がってきたから、昨年までのモデルのバルトロがやっぱり上がってきてるよねと。で、検索結果これ見てもらったら、10月24日からどんどん上がってくる、ピークに入ってくるので、なるほど、バルトロが上がってきてるんかとか。で、維持率とかも、どこで維持率が、離脱されてないかとか見ていって、まあ、50% を見られてたら十分やと思うんですけど、動画ね、まあ、40% から50% を、まあ、僕は普段目指してるんですけど、こういう維持率でね、ここ一番高いの何の話してるんかなっていうのを、一応確認しとくと。で、新規の視聴者さんが一番増えてる動画って、まあこの、やっぱりダウン系が多いんで、でダウンってそもそもどのあたりで一番多くなるんかっていうのを見ていくんですね。11月15日ぐらいからぐっと第一伸びがあるので、これワークマンやけど、ワークマンって検索したらこういう伸び。で、ダウンで検索したらこの伸びが11月15日にあるので、だいたい YouTube っていうのはこの2週間前に出しとかなあかんから、今現時点が10月の25日なんですけども、11月の14日に伸ばそうと思ったら、だいたい11月1日にはもう上げとかんと、一緒にこういう感じで伸びていってくれないんで、11月14日に動画出しても、拡散されづらいんですよ。おすすめ出にくいから、2週間ぐらい前に出しといて、もうこの勢いにそのまま伸ばしていくという感じで、そのために10月はね、結構動画出したんやけど、なんでっていうと、11月にこの山が来るの分かってるから、そのまでに上げ切っとくという感じで、新規の視聴者さんを集めていくという感じで、毎週ね、こういうデータ分析やってます。まあこれだけじゃないんですけどね。
本物のデータはこっちなんやけども、このデータをベースに、じゃあどっからまず見ていくとか、じゃあ維持率からまず見ていこうか、みたいな。で、維持率から見てたらこういう並びになるから、緑は去年の動画。じゃあ今年か。緑は今年のやつで、今年のやつも相変わらず順位いいけど、去年で何がいいんやろうな、とか見ていったりだとか、あと、だから僕ら視聴回数見ないんですよ。だから、基本的にはこういうクリック率、これサムネいいよね、とかっていうのをね、やっぱ去年のやつもこれサムネいい、去年のやつあったよね、とか、新規の人がどういう動画一番来てるんかな、っていうのをこれを見ていって、で、新規の人って何人興味あるんやろうな、みたいな。この辺新規やね、みたいな。やっぱワーク前な、とかね、そういうのを見ていったりとかするっていうことで、さらにそれだけじゃなくて、Google トレンドでワークマンの検索がどれぐらい上がっていってるんかっていうのをね、確認していくという感じですね。もちろん YouTube 以外にもいろいろインスタも分析したりするし、いろんな分析はするんですけどもね、こんな感じでやっておりますので、まあ僕基本的に口とね、頭だけなんです。それがもう僕やらないんでね、もう今日はね、10時半で終わりたいなと思います。お疲れ様でした。今から歯医者に行きますが、美人さんばっかりの歯医者さんに行きます。だから一元さんは入れません。紹介じゃないと入れない歯医者、そう、美人が集まる歯医者、わざわざ高速道路に乗って1時間かけてきます。そんな大人がいるだろうか。そう、ここにいるんです。では行ってきます。今からジムへ行きます。